ミートのまんまできたの？頑張ってどういうことですか？ミートのまんまできたの？頑張ってどういうことですか？大体ミートでやるときはコスプレ肉やでとか、なんか肉やって言えやとか言う方が全然ミートだから全然ミートですよ。はい全然ミートですよ。そうだな、もうちょっとで尼崎で2時間っぽかったもんね。でもなんかもう呼びそうにないからもういいかね。あのどうせ俺短いからかわいそうかなと思って、ちょっと心斎橋ですぐ近くやったけど、なんか次の人来たからそっちの方が呼んでるからそっちの方がいいかなと思って、全然呼べんからもうええわ。あ、呼ぶんじゃないですよ、見えちゃったで言うとって基本。あ、そうなの？らしいです、スタッフさんが基本呼ばへんからみんな。基本呼ばへん、こんなん出さすなやあ、なんかでもそれを見ちゃって喋ってくる人って大体呼ばない人ですよ。あ、そうなの。だからそれを見てる人が呼ぶらしいです。大体ね、いつも見えちゃって呼んでばんの、女おかしい方。え、知らないです。今呼べへん言うなよ。だってスタッフさんが言ってる、私じゃない。そうそうだね。そうだね。髪の毛やんの。なんか疲れたんだって。疲れてない。今日は何人目ですか？あ、そうなの、北の方や、ね、え、2人目です。あ、そうなの、ね、今日は暇です。あ、暇なの？あ、そうなの？今日暇なの？暇です。あ、そう、あ、早く帰りたい。え、暇だから早く帰りたい。え、暇やったらもうちょっとこれの後があった方がいいんじゃん。うん、あ、そんなんいらんの？いらない。暇やったら帰りたい。お金稼ぎに来てるのに、まあまあ、お金稼ぎに来てるんじゃないですか。違うの？何しに来てるの？暇やから。だから暇やから暇なとこ来ても暇でしょ。お前言ってたか？よく分かんないけど、うん、そうやな。そうやな。でもどこも一緒でしょ、その店って。分かんないでしょ。あ、知らんもんな。知らない。この店は事実だから。どれぐらいやってんの？あ、まだそんなもんなの？怒られへんなの？あ、まじ、周りに行ってもいいのかな？誰も怒られるんですか？彼氏とか旦那とか、お母さん、旦那？分かれへん、それは分かれへんやん。16で結婚する子もおるかもしれない。あ、そうだね、確かに。ねえ、さっきね、これ見て、これ見て、無料ですって。ああ、めっちゃ食べたいんですけど。食べよ。無料ですよ。うん、食べたら電話しましょう。あ、どうぞ。あの、ごめん、今日もなんも食べられないんで、ごめん。一緒に食べてあげたいけど、あの、さっきキング牛丼食べて思ってん。知ってる？キング牛丼知ってる、裏メニュー的なやつ。あ、そうそうそう、あのホストが入店したらなんかたまに来ますって、そこの店長に言ってはったけど。え、これ食べたい。いや、食べるよ、だから一人で食べて。電話しましょう。うん、電話して。あ、俺がすんの？な、何て言うか、何と何が？え、だからたこ焼きか、うん、あ、じゃあもうどっちかなの？どっちか。ほんまにこれ無料なんですかね？でもこれを見て、ご来店いただいた一般のお客様に無料でプレゼントしよう。一般のお客さんやっぱ俺一般じゃないんかな。え、こういうのってどうなの？知らんの？どういうこと？フロント何番？9番。9番です。え、どういうこと？一般じゃないんですか？そんなポップコーン食べたかったし。ごめんなさい、この枝豆たこ焼き無料って僕っていけるんですか？ダメですよね。あ、すみません、はいはい。え、女の子やったらいいんじゃないですか？ラブ？え、女の子やったらいいんじゃないですか？言ってみて。女の子やったらいいんじゃないですか？多分その、なんていうの、お店で提携してるホテルでやから、多分この一般のお客さん扱いじゃないと思う。いや、普通に頼んだやん。たこ焼き食べたやん。たこ焼き頼んだらいいじゃん。え、たこ焼きあるんですか？いや、知らない。あ、だってこれタダでくれるぐらいからあんねんやろ。え、マジで？メニューであるんちゃうの？え、食べたいのかな？たこ焼き食べたら頑張る？頑張る。もう、若いな。たこ焼き食べたら時間くるんかな？え、買ってくれるんですか？やったー。で、売ってる？そもそも。そうですよね。そもそも。そもそもたこ焼き売ってる？今ちょっと。うん。たこ焼き売ってる？って、普通に売ってるって聞いたよ。普通にたこ焼き。たこ焼きでいいの？え、たこ焼きがいい。たこ焼きがいい。あ、ここあるやん、メニュー。あー、何度もすいません。普通にたこ焼きで注文できます？あ、そんなんです。一皿お願いします。あ、はい。あるんや。すげー。めっちゃ嬉しい。めっ
しいね。スタッフさんなんかあの今日暇やわってもうめっちゃ長々してもうええやんもう休憩させてやちょ腹減ったからちょっとたばこ買うてきやって言って買うてきてくれへんのそうだろそんな言い方しないけどそうねお店でもそんなポワーンってした感じ、うん、基本ポワーンとした感じって言われるのが嫌結構 俺逆にこれ飲みたいねんけど飲みなさい飲みなさい何があるこれって見えへんフラペチーノ、ショコラテ、フラペチーノ、クリームラテ、フラペチーノ、キャラメル、クリームラテ、氷カフェ、コカは、氷カフェ、ラテ、キャラメル、氷ラテ、香ばしいキャラメル、エスプレッソの豊かな香りで、あなたの390円。美味しいですね。390円の？390円でええやん。中飲む？私、飲み物飲まないです。美味しい。気使ってんのやったら気使わんでいる？え、気使ってないよ。そう気使ってないよ、うん、全然気使ってない。どこの出身地？兵庫県です。ほんま？じゃあこれ頼もうかな。いやほんまにいらんの今。え、たこ焼きだけでいいの？え、たこ焼きだけ食べたい。たこ焼きだけじゃなくていいんですか？なんか頼みに行ったんだろ。そんなこと言わないでください。え、なんで？そんな怖いじゃないですか。なんで怖いの？なんか後から店に請求するんでしょ。こいつたこ焼き食ったで。いや違う、あの2チャンネルにたこ焼きが大丈夫。2チャンネル？違う。2チャンネルって何？何チャンネル知らん。ごめん。2チャンネルとか、あの、何やったっけ、あの、バックサイとか、あと何やったっけ。バックサイ？何それ。そういうサイトある。そういう専門の、あの悪口書くサイト。あ、そうなんや。あ、そういうの、そことかに、どこどこの誰か読んだら、あの、たこ焼き食いやがったとか。え、はずきも書く。はずき？あ、私はずきなんですもんね。いつもはずきって言うから。言ってもたないわ。いつもはずきって言う。あ、そう。いや、ええねんけど。全然いいんですけど、はい、頼むやつママでいい。え、そんな申し訳なくて、だって悪口書くんでしょ。悪口書けへんね。あ、そんなちゃんと頑張ってくれたら。というか時間大丈夫？え、だから頼んどいてプレイして、あ、そうなの。15分前の電話で食べたらいいんですよ。そういう方。じゃあ俺飲まれへんじゃん。飲めんのかな、15分前で。飲めますよ。そう。うん。そんな終わってから頼んだらいいですよ。そう、でこういうのは頼んどいたら15分後に、まあ、食べるのは自分やから、あのはずきちゃんやから僕が食べるんじゃないから。いや、食べたい。食べよ。何頼むの？え、食べたいねんけど、全部食べれよ。どこから行ってんの？はい、はい、え、どこから行ってんの？ちょ、どこから行ってんの？どこから行ってんの？ここやで、ほんまに、はい、みんな、おまた勝ちませんよ。好きなの？面白いな。この間来たなでしこちゃんも結構天然やったけど、うん、あの時間終わって出て、うん、お迎えのドライバーさんおれへんわ、一人でほったらかしにするのかわいそうかなと思って、うん、これまで待っとこう喋っててホテルの前に、うんうん、いつまでたっても来へん。でもうあのなでしこちゃんが店に出まして、まあですかって言ったら、駐車場で待ってたドライバーの車がピュッと動いて出て、めっちゃおもろいねんけど。待ってたこの時間何やったみたいな。そんな。みたいな。駐車場乗ったみたいな。ドライバーもドライバーやろ。ちょっとあのまだなんですけどって言ったらよ。ああ、入った。よくあるやつ。なんかそれ聞いたらもうそれが当たり前。ああ、そいつはしゃあないねみたいな。ちょっとボケた子で。そのあと、あと梅田の方に走ってるってやつ。で、今日ほら。あのグラタン、グラタン頼んだよ、うん、あのみえちゃんでゆうこちゃん出てあろうかなと思ったけど、これなでしこったらまたややこしいんちゃうもんと思ったけど、うん、まず見たらおれへんか、おれへん、よかったと思う。なんでややこしいんだ。え、なんでややこしいんだ。ややこしいんだ。まあよかったわかると思う、うん、グラタンだっけ。グラタン、うん、いいんですか。そんなぐらいみんな怒ってくれへん？そんなみんなケチ？ケチ。あずき安いから。あずき安いから。あずきたっぷりも。まあ言われた。なんでそんな安いの？え、なんでなでしこちゃんより安いの？おかしいじゃない？なでしこちゃんより安い？え、なでしこちゃんと料金一緒？
で、知らない、私そういうのあんまよくわかんないけど、とりあえず一番安いなって。あ、本当に安くされてんの。でも安そうな顔するでしょ。そうか、いや普通で逆にあのゆうこちゃんの方が高くしといていいんじゃん。なんでゆうこちゃんの安くしたい。怒られるのね、またこれ。なんで？いやもうまあそうはへんか言うけど。なんでそんな思うんですか。いや人の好みって分からへんやん、そんな。あ、分からん。でしょ？の顔の出しもしてへんねんし。あ、あれや、あのスタッフって冷たいやろ。いや逆にスタッフとならないです。ほんまに？え、スタッフとならないやつ、あ、呼びやすいように考えてくれてんねや、ほんな。違う、私何も知らんと入店したから。ああ、だから、バックも安いままで、何の交渉も。バックはめっちゃ安い。やろ？で、交渉も狭ままで、で、あの安い方があのいっぱい本数つくから安くしときやって言われるがままで、スカウトで入ったん？自分で入ったん？あ、スカウト、だから感じた。マジでスカウトも使ってんの？でも最低やな。スカウトバックも抜かれてるからめっちゃ安い。ドライバーですけど、スカウト。そんなんで引っかかんの？かかるっていうか、普通暇やって、アプリしてたんですよ、出会い系アプリ。あ、もう来た。マジか。ちょっと出れる？はい。はい、すいません、どうも。はい、お願いします。はい、どうも。何、これ閉まるっすか？うわー、ほんとに。本人来たそれ。え？え、それ本人だったの？このチャンネルの。本人だ。それドライバーだった。ここを見ての。でもパパと壊れて。じゃあ働きます。じゃあ働きます。
Thank you.